今日はバスマティライス買おうと思います。何種類かあるんで見てみます。これが2200円で、これが2400円で、これが2600円ということで、これかな、これ真ん中のやつ買おうかな。これはこれはネパールの売ってるやつですね。ハザルとかそんなんまで売ってる。そうですね、シャンプーとかネパールでは人気のもの。これいくらですか？高い。200円。これいいね。これいい。食器類もなんかあります。こういうね、食器なんかもスパイスとか以外もなんかめっちゃ増えてて、でこういうね、服なんかも売ってます。冷蔵庫、青唐辛子が前あったけど、グリーンがなくなって、これよりこれが辛い、はい、こっちはそんな辛くない。そうですね、これよりこれが辛い、うん、で50円の違いますね。これいくらですか？これ250円で、こちらの方が300円ですね、うん、で 200g の分ですね、両方も 200g です。これは魚の方ですね。ラムキーマか。キマ、ラムのキマを売ってない。筋肉？筋肉っていうか。マトンのキマ。あ、マトンキーマ。キマとかはある。これはチキンのキマですね。チキン。で、マトンのキマ。これとかはこれですけど、これがもうちょっとあれ、塩味も入ってるし、めっちゃ美味しく入れて、さっきコーナーが入れて、粉の感じで、それからちょこっと入れちゃって、ここから、まあ、ちょっとこういう感じで、うん、で、まあ、三脚か丸いか、まあ、こちらの方からあれ決めてからもちょっと入れて、タイマーパラペの方が350円で、はい、こちらどっちの方が320円ですね。で、こちらは 6個入って、こちらは12個入ってます。ネパールのお店で、ちょっと買ってきた、これなんていうんですかね、プレミアムバスマティライスって書いてあるんで、なんか3個ぐらいランクがある中の、まあ、真ん中の値段のやつ買ったんですけど、日本人はやっぱりちょっとこう艶があったり、こう粘り気があったりとかするのをなんか良しとしてるところもあるみたいで、このバスマティライスにはそういったところがまあほぼないっていうね。パサパサってしてる、でふわっとしてる、なので汁気の多いカレーとかに、結構合うっていうかね、まあインドのカレーのちょっとシャバシャバのね感じのやつにはすごく合うっていうことで、まあ、結構ね香りがいいっていうふうにされてるんですけど、これがちょっとポップコーンのようななんか特殊な香りがするんです。これをなんか嫌だという人もいると思うんですよね。で、うちの子供たちはこの米だけを一回炊いて食べさせたらダメっていう、でカレーと一緒に食べさせると美味しいっていうふうになってたんですけど、なので日本の米は米だけ食べても美味しいんですけど、これだとちょっと癖があるので好き嫌いが出るのかなっていうのをちょっと思いました。で、この炊き方なんですけど、炊飯器でも炊けるんですけど、まあ、伝統的なやり方でいうとゆとり方式っていう方法なんですよね。まあ、十分な量のお湯で、湯がいて、少し芯がある状態の時にざるに一回あげて、
お湯を捨てた鍋にもう一回戻して、蓋をして蒸らすっていうね、そういう感じの作り方をしていきます。ゆとり方式でやるとでんぷん質がね、流れていくんで、糖質とかを少しオフにできるっていうメリットがありますね。その分、まあ、栄養素っていうのは割と流れ出ちゃうんで、そこはまあデメリットになるわけなんですけど、まあ食べるときに、カレーの場合はカレーの方に結構油分とかいろいろあるので、まあちょうどいいんじゃないかなと思うんですけどね。僕はそのカレーに合わせて食べるんであれば、ふっくらさっぱりっていうか粘りが少し少なめに仕上がるゆとり方式の方がおすすめしたいと思います。ということで今日はゆとり方式でやっていきます。まず米を軽く洗って、細長いんで折れないようにちょっとざっくり洗って、汚れを落として30分水につけるということになります。これね、30分水につけるっていうのがポイントです。今回はカップ1杯1合ちょっと軽くね、こう洗って、取るっていうかね、汚れ落とすの。こういう感じで。ここで粉でいいと思いますけど。はい、それでは30分待ちましょう。つけている間にちょっとお湯をもう沸かしておきます。沸騰したんで、お米とスパイスとバターを、あと塩、これらを一緒に湯がいていきます。お湯は 1.5 リットルのお湯にしてます。スパイスはクミンを小さじ1/2から、シナモン少々、カルダモン5つ、バターを 5g、 それから塩、まあ、小さじ1/2ぐらい、まあ、今日はそれでやってみます。どれぐらいこれ炊くかっていうと、だいたい10分ぐらい炊いてみて、その時点でちょっとお米食べて、で少し芯があるかなぐらいの時にざるにあげていきます。まあ10分って言ってもだいたいです。食べて、あ、いい感じだなと思った時にあげればいいという、まあそういう感じなんで、あんまりきちっと時間縛られない方がいいかもしれないですね。もうバッチリした条件のもとにやるなら、分数とか結構決まるとは思うんですけど、まあ、その都度量が変わったり、水の量を変えたりとかしてたら、食べて、調整していくみたいな感じじゃないかなと思います。で、ポイントは常に沸騰させた状態で炊いていくっていうことですね。お米全体に同じぐらいの熱がこう加わっていくっていうところが、まあそういうところのポイントなんじゃないかなと思うんですけど、だいたい10分経ったのでちょっと取ってみましょう。ちょうどいいと思います。はい、止めて、ちょっと一回戻しておきます。
こんな感じで仕上がりました。これね、何回かやって経験値積んで、湯がく時間とか量に応じての水の切り方とか、蒸し方とか、そういったところの微調整を多分できるようになってくると思うんですけど、湯がきすぎるとボロボロ崩れやすくなるし、硬すぎると食べた時にちょっとポロポロしすぎるみたいなとこはあると思うんで、そこら辺はちょっとそれぞれのね、経験に、合わせて好みを掴んでいったらいいんじゃないかなと思います。ただね、こういうご飯でカレーを食べるってこともたまにしてはどうでしょうかということで、今回はバスマティライスの買ってきて炊くところをやってみました。皆さんも気になった方はぜひやってみてください。今回の動画が良かったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。そして、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。このチャンネルでは、スパイスカレーを中心として、レトルトカレー、カレー商品などを紹介しております。それからごくたまにカメラのこともやったりするので、カメラにちょっと興味があるような方も、ぜひチャンネル登録してご覧いただければと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。